北九 PR 部、ただいまの座標、北緯33度52分、東経130度52分、九州の最北端に位置する福岡県北九州市。今週も北九 PR 部、出動します。 OK、 北九 PR 部のタダミー、皆さんおはようございます。クロス FM、 ここからのお時間は北九 PR 部が1時間にわたってお送りする北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビでお楽しみください。北九 PR 部部長で番組ディレクターの鶴田弥生さんと一緒に企画や出演、 PR をしながら楽しく学び、北九州市の魅力を若者視点で発信する番組です。それでは今日の出演メンバーです。はい、3期生ゆいです。4期生大ちゃんです。4期生さなです。今日は大学生3人でお届けしていきます。それでは早速番組に届いているメッセージやコメントを紹介します。先週は北九州ミュージックプロムナードについてお伝えしました。和子改め上品和子さん、はい、北九 PR 部の皆さん、おはようございます。おはようございます。かつて北九州は音楽の街で熱があったんですね。うん、北九州で300人も音楽のプロがいた頃があったのですごいです。本当ですよね。その時代の先輩方のイズムを受け継ぐ活動、素敵だと思います。うん、この話いろいろ聞いて本当にわあ、ちょっと音楽楽しみたいなってなりましたよね。続いてカリスマ親父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゲストの和也さんのお話は北九州のロックやジャズの育まれた歴史が分かって興味深く聞かせていただきました。うん、16日の浸水広場に行く予定です。あ、感想ぜひ教えてほしいですね。続いて山寺さん、北九州ミュージックプロムナードずっと行ってみたかったので今年は聞きに行きます。おお、ぜひ。17日の小倉ジャズ行きたいな。あ、いいですね。北九州ミュージックプロムナードのホームページに、まあ、プログラムなどいろいろ掲載されておりますので、ぜひ気になった方は調べてみてください。はい。続いて先日北九 PR 部はオリオンピックという、まあ、オリオで行われた奈良ではの競技を行う、まあ、地域の運動会のようなイベントに参加しました。まあ、リスナーさんからの応援もあって、自分と大ちゃんとか他のメンバーを含めて参加しました。はい。キノピーさんからメッセージが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。先日行われたオリオンピック参加、暑い中お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。エリリンのカヌーさばき、うまかったですね。弥生部長をはじめ北ナビメンバーの皆さんに会えてよかったです。あ、こちらこそありがとうございます。続いて健大さん、はい、初耳のオリオンピック北ナビ選抜メンバーの皆さん、頑張ってください。いや、これ本当ね、ちょっと優勝目指してたんですけど、ですね、ちょっと大ちゃんとか洗濯物畳むの苦手なのに、その洗濯物の競技とか選ばれちゃって、なんか、うん、そうですね、そこらの人選ミスがあったので、次出るときはちょっと対策して挑みたいですね。そうですね。やっぱ大ちゃんやっぱ目立ったのか、北ナビ T シャツを着た大ちゃんがこう新聞のオンラインの記事のトップに大ちゃんが映ったので、ね、びっくりしましたね。ぜひ皆さん探してみてください。他にもメッセージを送ってくれた皆さん、それからデューハヤブサさん、山ドラさん、 PR 部への差し入れいただきました。美味しくいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて今日のテーマは世界大会準優勝、北九州の大学生によるホームサービスロボット。世界大会準優勝ってすごいことですよね。本当よね。すごい。この3人の中だとサナが理系工学部だから、あ、そっか、一番近い世界を勉強してるのかなと思うけど、どう？いや、工学部って言っても本当にいろんな学科があって、はいはいはい、例えば機械系だったり、電気電子系だったり、建築系、そして化学、生物っていう風な学科がいっぱいある中で、こう早くからロボット開発という一つの分野に絞って学んで世界で好成績を残してるっていうのはすごいことですよね。確かにそうよね。この後のゲストの方は旧工大、九州工業大学の戸畑キャンパス、飯塚キャンパス、響のキャンパスのうち響のキャンパスの学生です。3つも別々のキャンパスがあるんですね。そうなんですよね。それから番組終盤にはなんとプレゼントのお知らせもあります。サッカー日本女子代表なでしこジャパンの国際親善試合が北九州で開催されます。あらあら、こちらのペアチケットをプレゼントいたします。これはすごいですね。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組メールアドレスは kita@crossfm.co.jp、 kita@crossfm.co.jp。 SNS にコメントするときはハッシュタグ北ナビをつけるのを忘れずに。北ナビはカタカナです。それではこの番組で北九 PR 部の私たちと一緒に北九州の魅力をたっぷり
ぷり知ってもらって、北九州が大好きな人をどんどん増やしていきたいと思います。それでは音楽です。9月8日全国公開された劇場版シティハンターエンジェルダスト、いやこれマジ面白そうなんですよ、うん、シティハンターは北九州出身の漫画家北条司さんの代表作です。そこで北九州市漫画ミュージアムでは名場面スチールなどを展示して映画公開を全力で応援しています、うん、展示は9月24日日曜日までです。映画主題歌を担当するのは TM ネットワーク、エンディングは期待通りこの曲です。ちょっといつかシティハンターの回しましょうよTM ネットワークゲットワイルド60周年、未来つなぐ北九州、北九 PR 部の北の日。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、大ちゃん、サナ、ゆいでお送りしております。今日のテーマは世界大会準優勝、北九州の大学生によるホームサービスロボット。7月にフランスボルドーで開催された AI ロボットの世界大会ロボカップ2023、人と共同作業を行うロボットの技術を競うアットホーム部門で準優勝の快挙を成し遂げた学生プロジェクトチーム響きの武蔵アットホームから九州工業大学生命体工学研究科大学院生です。博士後期課程1年水谷明信さん、博士前期課程1年磯本康生さんをゲストにお迎えしております。まずはロボカップ世界大会での準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。生命体工学研究科とは一体どういうことをされる学部なんでしょうか。はい、文字に生命と工学っていう言葉が入っていますが、はい、特に生物の仕組みに興味を持っている先生だとか、はい、あとはロボットに興味を持っている先生方が集まっている学科です、はい、で例えば自分の研究とかだと脳の仕組み、海馬とかそういった仕組みに着目してそういった機能をロボットに応用しよう、はい、そういった研究が行われている学科です。じゃあ生命体の仕組みとかを工学の部分から見てみようという学科なんですね。はい、そうです。お二人がロボットに興味を持ったきっかけについて教えてください。水谷さん、はい、どうですか。自分はもともとソフトウェアを専攻していました、はい、今流行りの AI の仕組みだったりとかプログラミングとかそういったことを学んでいて、はい、特にその AI がどこで使われているのだろうかっていったところを見て今はロボットの AI が非常に開発が進んでいる、大学の中でもロボットの開発が進んでいて、まあ、そういったところで動くような AI を作ってみたいというふうに思ってこのロボット開発の世界に飛び込みました。なるほど。磯本さんはどうですか。中学生まで遡って、はい、その頃あの宇宙兄弟がアニメとして放送されてたんです。宇宙兄弟、はい、で宇宙兄弟見て自分宇宙飛行士になりたいって最初思ったんですけど、宇宙飛行士の要件見てみると、まあ、視力が良かったりとか銀歯をしていなかったりとかっていう要件で、はい、身体的な要件でも宇宙飛行士無理だなってなったんですけど、宇宙には興味あったんで、はい、宇宙に何かしら自分が作ったものを飛ばしたいっていうことで、まあ、ロボットとか衛星だとかがある中で、まあ、自分の地元佐世保高専なんかロボコンがあったので、はい、まあ、ロボットの道に進んだっていうのがきっかけですね。はあ、でもお二人とも全然違う初め方面から入って今ロボットにたどり着いてるって感じなんですね。はい。それでは水谷さん、現在所属されている響きの武蔵アットホームの紹介もお願いします。はい、響きの武蔵アットホームは九州工業大学の学生プロジェクトのチームです、はい、でこの生命体工学研究科が北九州市の響きのというところにあって、はい、まあ、そこのチームなので響きの武蔵という名前がついているんですが、ここには九州工業大学のほかに北九州市立大学、早稲田大学もあります、はい、でそういった他の大学の学生とも一緒にチームを組んで活動しているチームで、はい、研究室の壁を越えていろんな分野の学生が集まってロボット開発をしているチームです。他大学の学生とも共同することについて今どう感じられていますか。
はい、他大学の学生もそうですし、はい、特にここの大学院になってくると、はい、研究室ごとにかなり専門分野が違ってきます、うん、例えばロボットを専門にやっている研究室もあれば、はい、もっと生物寄りの話をしている研究室とかもあります、うん、そういったいろんなチームいろんな研究を行っている学生が集まるのでもちろん基礎的な知識が違ったりとかして、はい、なかなか開発が難しいと思う場面もありますが、はい、まあ、そういった中でお互いの専門性を生かし合って開発していくことで、まあ、思いもよらない、うん、あのひらめきとか発見があったりとかもしていて、うん、非常にいいように働いてるんじゃないかなというふうに思います、はい、ロボカップについて調べてみるとラジコンのような人の操作によって動くロボットではなくて自分で考えて動く自立移動型ロボットによる競技会とのことです、うん、2050年までにサッカーの世界チャンピオンチームに勝てる自立移動のヒューマノイドロボットのチームを作るという共通テーマのもと人工知能やロボット工学の研究を推進しさまざまな分野の基礎技術を波及させる目的を持っています、はい、そのためロボカップには5つの分野の競技が設けられているようです。水谷さんご紹介ください。はい、今ご紹介があったようにまず一番大きなリーグ、これは発足当初からあるリーグです、はい、これがロボカップサッカーこれもいろんなロボットが出てくるんですが、はい、人間のように動くようなロボットであるとかもうちょっと小型のロボットとかがサッカーを行います、はい、で他にも例えば災害現場をテーマにしたフィールドで人命救助などを行うロボカップレスキュー、うん、そして私たちが取り組んでいるキッチンやリビングなど日常生活の場特に家庭を模したような空間で人との共同作業を追求するロボカップアットホーム、はい、で他にも物流や倉庫管理システムなどを題材としたロボカップインダストリアル、ここまでは大学生とかが多く参加しているチームなんですが、高校生とかそういった方々向けのロボカップジュニアっていう合計5つの分野があります。それぞれのフィールドを用意されていてそこに対して競技があるっていう感じなんですね。そうです。なので世界大会とかに行くとある場所にはサッカーのフィールドが広がっていて、はい、あるところに行くとお家のような環境があって、はたまたあるところに行くと壊れた自動車とか置いてあって、はい、そこから救助するみたいな感じだったりとかもします。すごいですね。その分野の中のロボカップアットホームでお二人が所属される響の武蔵アットホームのロボットが準優勝されました。水谷さん、ホームサービスロボットってどんなロボットでしょうか。はい、ホームサービスロボットっていうロボットは、はい、まあ、特に将来私たちのお家で日常生活を支援してくれるようなロボットです。うん、私たちが開発を行っているホームサービスロボット、特に私たちのチームでは2種類のロボットを開発しています、はい、1種類目が今回世界大会にも出たトヨタ自動車が開発を行っているヒューマンサポートロボット HSR です、はい、このロボットはトヨタ自動車が外側のハードウェアを作っているんですが、はい、この中身のソフトウェアの部分を私たちのチームで作っています。へー。で、まあ、これらのロボットは例えば棚の上から物を取ってくるであるとか、はい、床から物を拾う、他にも人と話をするなど、まあ、人間と同じような仕組み機能が備えられたロボットです、はい、でもう一台自分たちのチームでエクシアっていうロボットも作っていて、こちらは自分たちでいろんな部品を集めてきて作っているロボットになります。今回準優勝されたロボットは、初めにお話しされた HSR っていうので合ってるんですかね。はい、それが正式名称です、はい、今タムタム GPT と呼んでいます、はい、タムタム GPT、 なんでタムタムなんですか。はい、これはですね、はい、あのうちの響の武蔵アットホームの指導教員であるタム校教授のタムを取って可愛らしくして、はい、タムタム GPT となってます。親しみやすい。そうですね、うん、GPT はよくチャット GPT みたいな聞くような GPT であってますね。はい、その GPT です、はい、最近ロボットにこの機能を取り入れて非常にキャッチーな名前でもあるので、はい、こんな風にくっつけてみました、はい、なるほど。お二人はそれぞれプロジェクトではどんな役割を担われたのか、水谷さんはいかがでしょうか。はい、自分はロボットの開発というよりは、はい、世界大会に例えばロボットを持っていくための手続きであるとか、はい、あとはメンバーがヨーロッパに行くための渡航の手続きとか、はい、そういったところを担当したりしました。で他にも競技中にプレゼンテーションとかがあって、はい、まあ、そこで英語でプレゼンテーションをしたりだとか、あと
大会が終わった後に、まあ、こんな感じで広報活動をしたりとか、はい、そういったこととかも行っています。あっちがチケット取ってくれるわけではないんですね。ではないです、自分たちで探さないといけなくって、はい、これがまた大変で、はい、今めちゃくちゃ高いです。あ、もう何十万円もかかってメンバーもたくさん行くので、はい、あんまり夜遅くに到着したりとかしてもホテルまで移動できなかったりとかもするので、はい、まあ、そういったところもちょっと気をつけながら、はい、でもあんまり高いチケットを何百万円とか買えるわけではないので、あ、まあ、なかなかメンバーの渡航だけでも大変なところもあります。そして英語でのプレゼンテーション、そうですね、やっぱ世界大会なので、はい、フランスで行われているといえど英語が、うん、共通の言語になってきます、はい、でプレゼンテーションも英語ですけど、例えば競技中に他のチームであるとか、はい、審判の方と話をするときも英語です。なのでもう本当に英語が話せないと次何が行われるかも把握できないし、何かトラブル発生してももう対処できなかったりとかもするので、なかなか英語でのコミュニケーションも重要なキーとなってきます。かなりレベルが高そうな気がしますね。まあ自分は水谷さんほどできなくて、はい、それでも英語話さなきゃいけないんですけど、伝えきれない時は身振り手振りだったとか、うん、で、はい、ジェスチャーで、うん、待ってちょっとあと30秒とかなんかやったりしました、うん、ジェスチャー大事だよね。大事です磯本さんはどんな役割をプロジェクトで担われていたのですか？はい、自分はチームリーダーやってまして、はい、まあ、競技たくさんあるんでそれに対して、まあ、メンバーをどのタスクを、まあ、どのメンバーに振るとかっていうような、うん、チームマネジメントだったり、うん、まあ、実際に自分でも開発してロボットを動かすためプログラムを書いたりっていったところで、うん、まあ、やりました。リーダーとしての役割、やっぱ責任を感じられたりしたんですか？そうですね、はい、これに関してはまあ、日々寝る前に明日することだったりとか1週間後のスケジュールとか、はい、大会までにどんな工程どこまでに何をしなきゃいけないとかで、はい、1週間前は2週間前はじゃあ明日はっていうような詰め方で、はい、まあ、日々そこら辺を、まあ、しながら、まあ、自分の作業もするっていうのが結構大変ですね。大変ですね、はい、前期課程1年の4月から7月って結構授業が埋まってるんですよね。大学院生の本業としての勉強ですよね。そうですね、まあそれなりに授業が埋まってるんですけど、はい、それにも出つつ作業するってなると、はい、睡眠時間がほんと削られたりとかして授業中90分授業あるじゃないですか、はい、90分まるまる寝てる授業とかもあったりとか、ここで言っちゃってください。ちょっとここはシークレット。直前とかですよ、もう大会の直前とかは本当にそのぐらい詰めて開発とかしましたね。いやでもみんな課題は空港とかでもしっきりにチェックしてて遅れないようにってもやってて、本当にそこの両立は大変だと思います。まあ、フランスから帰ってきた足でそのまま授業に出ましたね、帰った日は。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、大ちゃん、サナ、ゆいでお送りしております。 AI ロボットの世界大会ロボカップ2023のアットホーム部門で準優勝された学生プロジェクトチーム響の武蔵アットホーム、水谷さん、磯本さんにお話を引き続きお伺いいたします。さて、チャット GPT の出現であらゆる業界が変化していくとよく聞きます。ロボット開発の世界はどうなのか、お二人が実感していることはありますか？はい、タムタム GPT の GPT とついてある通り、はい、このロボットの中にも GPT たくさん入っています、はい、で、まあ、チャット GPT に限らずもうちょっとその大元になった GPT のシステムとか入っていて、はい、例えば、はい、声を聞き取るといったシステム、はい、何か話してそれを、まあ、文字に起こすといったシステムですね、はい、この性能が飛躍的に向上しました。で、他にも言葉を文字に起こしてそこから先何を言ったかを理解するシステムっていうのも飛躍的に向上して、
あのロボットの機能って、まあ、いくつか決まってて、はい、どこかに行くとか物をつかむとか、あと他にも何かを話をするとか、まあ、そういった機能があって、あこの中からまずどこかに移動するっていう機能を持ってきて、はい、そこから先何かをつかむとか何かを見つけるとかそういったことをするんだよねっていうのを GPT が考えてロボットの動きを作っていくっていうのができるようになってきていて、はい、まだまだ完璧ではないんですけど、はい、非常にその点もう本当この1年で大きく進化したポイントかなというふうに思います。今言われたあのロボットへの導入の他にも、はい、あのインターネットのあらゆる情報を、はい、まあ、勉強しているとか学習しているので、うん、プログラムとかも出力してくれたりするんですよね。あもうコンピューターを動かすためのプログラムみたいな。実際に自分たちが競技に向けてプログラム開発する時も、はい、まあ、簡単な一番最初のベースとなるプログラムだったりとかっていうのは、こういうこういうプログラムを何の言語で出力してくださいって言ったらバーって出てきて、開発の手間っていうのも結構削減されるような感じになりましたね。そのままやってもあのうまくは動かないですよね。あそうなんですね。汎用的な形で出してくれるけど自分たちの求めるところまでには正しいかどうかをちゃんと見分けるとか、うん、はい、まあ、なのでまだまだプログラマーの仕事はなくならないはずです。じゃあ今のところは補助的な役割で活用しているって感じなんですね。そうですね。響きの武蔵アットホームのヒューマンサービスロボットについてですが、どんなシーンで活躍することを想定に開発していますか？この特にトヨタの HSR っていうロボットは、はい、例えば寝たきりの方がお水取ってきてほしいってお願いした時に代わりに水を取ってきてくれる、はい、まあ、そういった機能がまず最初に着目されて開発されたっていうふうに聞いています。でこの競技会ではもうちょっと未来のところを見ていて、例えば忙しい僕たちに代わって代わりに家事を手伝ってくれるとか、はいはい、そういったロボットができないかなといったところでこういった競技とかが行われていて、はい、ただ何でもかんでもやってもらうっていうのはなかなか難しいので、はい、例えばロボカップの競技の中ではさっき出てきたような食事の準備をする、はい、もうちょっと具体的に言うとお皿を持ってきてシリアルの箱を持ってきてシリアルをお皿にガッと注いで最後に牛乳注ぐっていうタスクがあって、はい、まあ、そうやって朝食の準備をしますよっていったタスクだったりとか、はい、あとは他にも何か頼まれたものを持ってくる、まあ、頼まれるといっても自然言語でお願いされて、はい、まあ、かなりランダムにお願いされます。まあ、将来こういったロボットがいるといいなといったところでいろんな開発が進んでいます。先ほど自然言語という言葉が出ましたけど、まあ水が欲しいという人が、まあ、水取ってきてとか水が欲しいんですけどとかいろんなパターンの言い方でもうOK っていうことでいいんですか？まあ、これはちょっとプログラムの仕方にも寄ってくるかなとは思います、はい、例えばもう状況が決まっていて水を取ってこないといけないんだっていうふうなことが分かっていたりだとか、はい、もうちょっと広く何かを持ってこないといけないんだけど何かなって言われた時に水が欲しいですとか水を取ってきてくださいとか言うと、はい、それはかなり柔軟にGPT が判断して対応できるんじゃないかなというふうに思います。はい、ただ全く何もない環境でロボットと人間が向かい合わせになりました、はい、水が欲しいですって言ってもちょっと迷うかもしれないですね。へ、今のこの水が欲しいですって多分皆さんこの水が入ったボトルを持ってきてくださいって連想して多分言われたと思うんですけど、はい、実際に水が欲しいですってなった時にあの花に水をやるために水を持ってきてほしいのがあったりあのお湯を沸かすために給湯器ですかね、うん、とかに水を入れて持ってきてほしいだったりっていうのがいろいろあるのでやっぱりそのシチュエーションその意図っていうのを理解する必要があると考えてます。なるほど。じゃあロボットに水が入ったボトルを持ってきてほしいときどんなやり取りをするんでしょうか？はい、これあのお水じゃない例があの競技会中にも実際あったんですけど、はいはい、競技の時にはレモンの後ろにある物体を持ってきてくださいっていうふうにお願いされて、ただそれ分からなかったんですよ、なんじゃろうかっていうの で、はい、でその時はロボットを聞き返しました。一体何を持ってきたらいいんですかっていうふうに聞き返したので、はい、まあ、これもプログラムの仕方にはよると思います、はい、あの適当に言って何でもいいから持ってくるっていうのも一つの作戦かもしれないですし、うん、もう一回正確に聞いて何を持ってくればいいんですか、それはどこにあるんですかとか聞くっていうのも作戦だと思っていて、はい、その辺はまだまだ
自分たちのプログラミングの仕方とかに寄ってくる部分なのかなというふうに思っていて、もっとロボットが学習すると分かるかもしれないですけど、まだまだ先の話なのかなとは思います。なるほど。その注文するものによって大きさや柔らかさが違うと思うんですけど、ロボットはうまくそれをつかみ取ることはできたりするんですか？そうですね、一応あの HSR の方に掴んだ時の比較っていうか、掴んだ感触を感じるようなセンサーあるんですけど、あんまり柔らかいとか硬いとかっていうところまでは分からないんですよね。トヨタが作っている外側の部分のハード自体がって感じなんですね。そうですね。なんで、まあ、うちの生命体の方で、手先の感触でその物体が何であるかを分かるように、視覚以外のところでもいろんな情報を取れるような研究とかも進んでますね。まあ、これはちょっと競技会限定な話にはなってくるんですが、これは柔らかそうだからやんわり掴もうっていう風にアプローチしていって、実際は硬くて重いものだった場合に持てないって言ったことがあると、あの失敗してしまうんですよね。なので、まあ、特に競技会ではとりあえず力いっぱい握りつぶそうという作戦でやっていて、特にあの壊れて困るものってあんまり出てこないので、まあそれでもうまくは動くんですけど、まあ、いざお家の中に入ってくると、なんか大事なものを握りつぶされちゃったとか、とてもとても話にはならないので、卵とか特に大変なことになります。まあ、今の技術、まあ、自分たちがやってるものだと握りつぶしちゃうんで、まあこれからどんどん開発も必要ですし、あのロボットのハードウェアの進化っていうのも必要なんじゃないかなというふうに思っています。競技会では一番大変な例だと瓶に入ったワインが出てきたりとかもしてて、今回の大会フランスのボルドーであったので、ワインが出てきたりとかするんですけど、あの時と場合によってはもうこれはつかめませんとロボットが判断するっていうのも大事な技術になっていて、あの実際にルールの中にも書かれていて、これは自分ではつかめないので持たせてくださいとかいったことをお願いするっていったこともあの認められています。で、一番大変なのが生のフルーツとかだよね。今年はなかったんだけど、ね、去年がひどかったんですよね。出てきたよね。いちごとかも出てきて、小さくてつかみにくいんですけど、大会って結構長い間あって、5日間とか1週間とかあります。結構長期間で。はい。で、今年はフランスだったんですけど、去年はタイで結構競技場も暑くって、どんどん果物が腐っていって、見た目も変わって、どんどん柔らかくなっていって、つかめないっていったこともあって、あのとてもそういったところも大変ですね。そうなんですよね。まあ、実際の家庭の中でも腐ったものを掴まないといけないかもしれないですし、まあロボットに必要な機能ですよねといったところで、そういったものも容赦なく出てきます。そのロボカップ世界大会ですが、タムタム GPT はどのような審査を受けたんでしょうか？はい、メインとなるのが今出てきたような何か物を運んでくるとか、朝食の準備をするとか、そういったタスクになります。ただこの競技会に出るためにはまず事前審査をクリアする必要があります。で、この事前審査ではまず論文のような形で学術的な要素をまとめたりとか、もうロボット持って行ってGO じゃないんですね。ではないです。まず大会に登録するために認められる必要があって、でその他にも本当にロボットが動くのかどうかっていうのを動画を撮影してそれを送ります。でちゃんと論文に書かれてる通りにこんな機能ができますよねとか、ちゃんと動いてるんですよねっていったことを確認してもらって、あのその上で例えばチーム数があまりにも多いと、その中から優秀なチームだけしか出られないっていったこともありますし、特にこの HSR で出る部門に関しては、そもそも HSR を持っていないと出ることができなくて、でこのロボットって一般に売ってるわけじゃないんですね。お店に行って、ね、トヨタのお店に行って HSR くださいって言っても出てくれなくて、はい、これはまだまだ研究開発用のロボットなので、トヨタ自動車と契約のようなことをして、あの一緒に研究をしましょうっていったところで、あの日本の中でも30ぐらいの機関が今持っていると思いますし、世界でも持っているんですけど、まあそういった限られたところにしかないので、まずそういった事前審査があります。で
事前審査を無事通過して一生懸命旅行の手続きをしてロボットを発送して現地に着きました、はい、といったところで、はい、まずロボットが本当に動くのかどうか、あとは危険性があっては困るので、はい、ちゃんと緊急停止ボタンを押すとロボットが止まるのかどうか、人が近づいてくるとちゃんとロボットは止まるのかどうか、そういった機能っていうのがチェックされます。あ、もう使う以外の機能ももちろんチェックされます。必要なんですね、はい、なので人に危害を加えるなロボットは当然出場できませんし、うん、はい、もうそこで失格というか出られませんとなってしまいます。 はい、なので今年の大会では1チーム頑張って持ってきたんだけど出られなかったっていったチームもあって、はい、なかなか競技が始まるまでの道のりは長いのかなというふうに思います。で、大会の初日にプレゼンテーション、自分たちが持っている技術はこういったものですよとか、こういった研究開発を進めていますといったプレゼンテーションを行ったりとか、はい、決勝戦にあたる競技では自分たちがどのような技術を持っているのかっていうのを実際のデモンストレーションを用いて披露するといったタスクもあります。へー。で、このタスク、お題が、まあ、例えば今年は夕食の準備を手伝うロボットを作りましょうみたいなざっくりとしたお題だけ渡されていて、はい、各チームで、あ、こういった技術が必要ですよねとか、うんうん、自分たちが開発しているこういった機能を使うとこんなことができますといった、はい、まあ、そういったようなデモンストレーションを行って順位を決めると、まあ、そういった大会になっています。じゃあもう本当製品発表会みたいな感じですね。そうですね。なので、まあ、もちろん完璧に動かすことも必要なんですけど、はい、安全にどんな時でも動くようなロボットっていうのが非常に重要視されているのかなというふうに思います。うん、先ほど少し話に出てきましたが、はい、フランスまではどうやってタムタム GPT を運びましたか？うん、はい、本当は一緒に行きたいんです。あの手を引いて飛行機に乗せて連れて行きたいです。はい、でもこのロボット、とてもとてもスーツケースみたいな小さなものでは運べないので事前に送る必要があります。で、運ぶときは飛行機で運ぶんですが、はい、日本の外に持ち出すので、はい、またいろんな手続きが必要なんですよね。はい、あの、危ないものではないですかとか、うん、ここバッテリー入ってるんですけど爆発しませんかとか、そういったところまでチェックされます。で、無事そういった書類を揃えたとしてもまた向こうの国に行った後にも本当に安全ですかとか、売りさばくわけじゃないですね、ちゃんと持って帰りますよねみたいなところも、はい、チェックされたりとかしてかなり長い手続きが必要になるんですよね。はい、なので今回の大会だと1ヶ月以上前からフランスに向けてロボットを送って、へー、で1ヶ月後に現地で、あの、木箱に入ってるんですよ、はい、木箱に入ってるロボットのネジを1本ずつボルト開けていって、ね、やっと出てきた。で、まずは充電してちゃんと動くのかっていうのを調べて、ドキドキでしたよ。本当もう電源ついただけでも感動、めちゃめちゃ感動します。それスムーズにいったんですか？そうですね、ほぼほぼスムーズにいったんですけど、はい、まあ、一部音声系が、はい、あの、うまくいってなかったりとか、でそこら辺のセッティングっていったところで、はい、まあ、多少揉めましたけど揉めたじゃないですね、あの、苦労しましたけど、はい、あの、まあ、無事2台持っていって、はい、2台とも動いたので、まあ、よかったって感じですね。はい、うん、まあ、揉めるといってもかなり、あの、みんな時間が限られているので、はい、あの、ロボットの動きも大事なんですけど、はい、早くロボットを動かして、はい、ちゃんと部屋の地図を取るとか、はい、何か学習させるとかもしないといけなくって、限られた時間の中で、でもロボット喋んないんだけどどうするみたいなことが出てくるんですよね。で、もともとちょっとロボット不具合抱えていたりとかして、はい、マイクの設定を変えてみるとか、はい、なんかもう一回再起動してみるとか、まあ、いろんなことをして、あ、やっと喋ったって言った時はかなり感動ものなんですけど、実はこの後途中で1台不具合が発生するって言ったこともあったりとかして、なかなか思うように動かないっていう。競技って、まあ、2回今回行ったんですけど、はいはいはい、まあ、その中で動かないと何のためにフランス来たんだろうっていう気持ちにいっぱいになっちゃうんで、はい、とても緊張しますね。本当に準備時間が限られて、フィールドの外、あの、まあ、家庭環境の外ぐらいから始まるんですけど、はいはい、あの、そこに立って30秒ぐらいしか待ってもらえないです、ね、30秒本当に、はい、
30セカンドってめっちゃ言われるんですよ、はい、あの審判の人から、はい、ウェイトウェイトって言いながら準備するんですけど、はい、その時間との戦いっていうこともあってめっちゃ緊張します、はい、うわ、はい、ドタバタなんとか動くように頑張って復旧をして30秒なんとかギリギリで動き始めるんだけど、今度は人が多すぎて、はい、あのロボットが固まってしまうっていったことがあって、全然人見知りとかじゃないんですけど、はい、人が多すぎてそうです、カメラにめちゃくちゃたくさんの人が映ってしまって、人一人ずつに対してどんな動きをしているのか調べるっていった処理を行っていて、はい、全部反応しちゃったんですよね。ロボットが固まってしまって、で、はい、で本番動いてる途中でも30秒間止まってたらもう出て行ってくださいねっていう風に、失格になるんですか、失格みたいな感じになってしまいます、まあ、そういったロボットはごめんなさいと、まあ、2回チャンスはあるので、まあ、次やってくださいねとかいった感じで、はい、まあ、出て行ってくださいっていう風に言われたりとかもします、うん、北急 PR 部の北旅。そんな苦労もありながら結果世界大会で準優勝、うん、発表された時水谷さんいかがだったでしょうか。はい、まあ、ある程度は予想はついていたんですが、はい、まあ、正直とっても悔しかったです。とても悔しかったっていうのが、合計点、はい、うちのチームが3663点、1位のチームがそのわずか57点上だったんですよ。3700点中の57点差で負けたっていうのが、とっても悔しくて、はい、その大学は日本の韓国のチームです。あ、韓国の、はいはい、でこのチーム 2,3 年ぐらい前からみきみきと成長してきたチームで、はい、ライバルチームです、はい、で、あのこの57点っていうのは本当にわずかな差ですし、それこそさっき動かなかったタスクが動くと、はい、プラスで100点200点取れていたかもしれない、もしかしたらもっと取れていたかもしれないとか、まあ、いろいろあったりとかして、はい、まあ、非常に悔しい、まあ、点数で見ると悔しい準優勝ではありました、はい、磯本さんはどうでした。そうですね、去年3位だったんですよね。去年3位で、まあ、去年が自分初めてのロボカップ参加で、はい、今年チームリーダーとして、まあ、4月ぐらいから、うん、チーム引っ張ってきたんですけど、はい、まあ、開始当初、まあ、新人ばかりとかで、まあ、期待されてないとこから、はい、まあ、それからワンランク上の2位取れたってことは、まあ、成長できたのかなっていうので嬉しかったです、うん、昨年は3位で今年は2位で、はい、どんどん進化を見せているタムタム GPT ですが、皆さんが掲げる目標それぞれ教えてもらってもいいですか。じゃあまず自分からですね、はい、ちょっと将来の話にはなってくるんですが、はい、この競技会の枠を超えてもっと働けるロボット、役に立つロボットっていうのを作りたいなっていうふうに思っていて、はい、もちろんベースの技術としてとっても重要です。頼まれた仕事をちゃんとこなしてくれるとか、うん、物事を正確に理解して動いてくれるとかってとっても重要な技術なんだろうなっていうふうに思っていて、はい、まずはそこから極めていく必要があるっていうふうに感じています、うん、ただその上でこのロボットってお家の中に入ってくるっていったことを目指して作っているロボットなので、はい、実際には自分たちと一緒に生活する、例えばそうやって生活していくと、あ、先週こんなことあったよねとか、はい、1年前君これできなかったけど最近できるなってすごいねとか、うんうん、そういったことも出てくるかもしれないですし、はい、まあ、そうさせるためには今日スイッチ入れてピコーンと動き出すだけじゃなくって、うん、こうロボットがうちにやってきてから一緒に生活する中でロボットがどんどん進化していくとか、はい、一緒に何か思い出を獲得する、記憶していって一緒に成長していく、そういったロボットを作りたいなというふうに思っていて、はい、もっともっとあの研究を続けていきたいなというふうに思っています、うん、ということはこれから一般的な家庭でもロボットと生活するようになっていくと思われますか。はい、実は自分が5歳ぐらいの頃におばあちゃんにドラえもんのロボット買ってもらって、でそれコントローラーで動くロボットなんですけど、おしゃべりができたりとか、でもそれだけのロボットだったんですよね。自分で動き回るとか何かどっか行ってくれるとかはしないロボット。でその後お家にやってきたロボットがルンバで、このロボットは賢くって勝手にあちこち行ってお掃除をしてくるようになりました。でその後に最近出てきているロボットが
家具が自動で動きますよっていったロボットが今売り出されていて、はい、例えばキッチンから棚持ってきてっていうと持ってきてくれるっていったロボットがもう発売されています。なので着々とロボットっていうのがお家の中に入ってきているんだろうなっていうふうに実感していて、はい、ただ今まで登場してきたロボットには自分たちが作っているようなロボットみたいに腕が生えていないです、はい、でこのロボットに腕が生えてくると、まあ、例えば物を取ってきてくれるとかもそうですし、もっともっと進化すると手をつなぐとか、はい、なんかこう撫でてくれるとか、そういったこともできるかもしれないと思っていて、はい、そういったロボットが入ってきた時にもっともっと知的に振る舞って一緒に思い出共有したりとか、あの家族のような存在として受け入れてもらえるようなロボットを作るために、まあ、どんどん研究とか開発とか進めていきたいなっていうふうに思っています。本当にドラえもんみたいにロボットが友達っていう未来も今後作れてくるんかな、欠かせないパートナーみたいになってくるんじゃないかなって、はい、まあ、そういった世界が未来が来るといいなというふうに思って開発研究進めています。タムタム GPT のこれからの進化について磯本さんはどうでしょうか。そうですね、自分としては今ロボット、自分たちが使っているタムタム GPT っていうのが、はい、カメラだったりマイクから入力される情報だけを元にして動いてるんですよね。で、人間と一緒に生活するってことは人間が感じている情報もロボットが感じれる必要があると僕は思っていて、はい、まあ、人間って五感っていうものがあって、はい、まあ、それに対してのロボットがそういった情報を得れるかっていったところも進化として研究を進めていきたいと思ってます、はい、最後にお二人の夢を伺いたいと思います。将来どんなロボットを作りたい、できたらいいなと考えていらっしゃるのか教えてください。水谷さんからお願いします。はい、自分は将来お家の中にロボットが入ってきて、はい、自分たちが手伝ってほしい時に手伝ってもらうとか、まあ、お家に帰って迎えてくれるとか、疲れてる時に仕事をしてもらうとか、なんかそういった家族のようなロボットを作りたいなというふうに思っていて、特にその人工知能に関わる部分、今もどんどん進化が進んでいますが、はいはい、まだまだロボットの記憶に関する部分であるとか、うん、思い出とかそういった部分は分からないところもたくさんあります、うん、そういった部分の研究を進めていって家族の一員として迎えられるような、そういったロボットも特に人工知能に関わる部分の開発研究っていうのを進めていきたいなというふうに思っています。はい、素晴らしいですね、うん、じゃあ、磯本さんからもお願いします。そうですね、今夢として、まあ、追っていることになるんですけど、はい、今自分は家庭用サービスロボットとはちょっとまた、似たようなところになるんですけど、はい、介護施設へのサポートロボット、サービスロボットっていうのを導入できないかっていうのをやろうとしてます、はい、もうここ20年超高齢化社会って呼ばれて、はい、まあ、介護施設とかでも介護従事者が不足していたりとか、うんうん、まあ、サポートを受けれてない人とかが増えていく中でちゃんと検討っていうのを始めていかないとっていうのを考えていて、まあ、現在そのロボットのハードウェアからのアイデアっていうのを練っているっていうようなことをやってます。それから自分の父親がちょうど介護士の仕事やってるんですけど、なんか結構人手が足りなくて誰がどういうことをしたとかの記録もちょっとあやふえになっちまうところがあるっていう話をしてたので、ロボットとかで記録とかもできたらもっと広がるし人手不足も解消するのかなと思ったので、めちゃくちゃ応援してます。はい、頑張ります。大変勉強になる上にちょっとロボットの今後についてももっと注目して見ていきたいなと思いました、うん、はい、ぜひご期待ください世界大会準優勝、北九州の大学生によるホームサービスロボットをテーマに、響きの武蔵アットホームから九州工業大学生命体工学研究科博士後期課程1年水谷明信さん、博士前期課程1年磯本康生さんにお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは音楽です。ロボットといえばドラえもんが自分の家に来てくれないかなと憧れたことがある人は多いと思います。ドラえもんの歴代映画主題歌からの一曲をお送りします。オフィシャルヒゲダンディズム、ユニバース。市政60周年、未来つなぐ北九州、北九 PR 部の北の日、福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ。大ちゃん、サナ、
ゆいでお送りしております。世界大会準優勝、北九州の大学生によるホームサービスロボットというテーマでインタビューしましたけど、どうでしたでしょうか？そうですね、なんかすごい夢が広がるっていうか、 いいなと思いました ね、うん、なんか同じ年代の学生が世界で戦っているっていうのを聞いて、もすごい刺激を感じました、うん、話ももう面白かったですし、今後のお二人の活躍もちょっと楽しみですよ ね、うんうん、ね。リスナーの皆さんには、北九州市は学生がやりたいことに熱中できる街、ロボット開発も盛んな街ということを感じていただけると嬉しいです、うんうん、さてここからは番組オープニングでお知らせしていましたチケットプレゼントのお知らせです。おお、ついにですよ、うん、サッカー日本女子代表なでしこジャパンの国際親善試合が北九州で開催されます。はい、2024年フランスパリで開催されるオリンピックに向けて行う最初の強化試合、最初が北九州ですよ、うん、9月23日土曜日12時キックオフです。お電話をつなげて詳しいお話をお伺いします。公益財団法人日本サッカー協会広報ご担当の吉川正幸さんです。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月に開催された FIFA 女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023ではベスト8進出、準々決勝では FIFA ランキング1位のスウェーデンに敗れてしまいましたが、予選グループではこの大会で優勝するスペインを相手に4対0で勝利するなど、日本中に興奮と感動を与えてくれたサッカー女子日本代表、ワールドカップを終えてチームの皆さんはどのような雰囲気ですか？はい、帰国してから、それぞれみんなチームに戻って、行ったんですけども、はい、すごくやっぱり悔しい思いをやっぱりまずはみんな持っていて、みんな優勝を目指して戦っていた中で、こう日本を少しでもこう元気づけられたっていうのはもう感じているところなんですけども、はい、もっともっと上に最後に戦っていきたかったっていうのはみんな最後、はい、出ましたね。今回の対戦相手はアルゼンチン代表です。2023年8月25日付の FIFA ランキングでは日本が8位、アルゼンチンが31位、もしかして余裕で勝てるかなとも想像しています。これまでの対戦を振り返って相性はいかがでしょうか？順位こそ数字こそ、そういった差はあるんですが、アルゼンチンも、今回のワールドカップに出場している国ですし、はい、やっぱ南米特有 の技術の高さだったりとかやっぱり強みがあるので、はい、決して楽な試合ではないなというふうに我々は思っています。一方でこれまでの対戦成績でいうと実はまだアルゼンチン女子代表には負けたことがないっていうのがこれまでの歴史ではあるので、今回もきっちり北九州の皆さんの前でいい試合を見せして無敗を続けていければなというふうに思っています。はい、最近では男子日本代表がサッカーでドイツに勝ったりとか、ちょっとランキングの差があるにもかかわらず番狂わせが起きたりしているので、女子日本代表もちょっと気を入れて頑張ってほしいですよね。そうですね、今はもう関係ないので集中して戦っていきたいと思います。そしてですね、男子の日本代表は FIFA ワールドカップベスト16が近年の最高成績だと思います。なでしこは2011年 FIFA 女子ワールドカップ優勝、2012年オリンピックは準優勝と、パリオリンピックでも金メダルを狙える位置にいるように感じます。だからこそ今からですね、なでしこの皆さんを応援することで次のオリンピックをよりさらに楽しめると思います。またですね、8月に開催された女子ワールドカップには北九州市出身の杉田ひな選手、福岡県出身の猶本光選手が日本代表として活躍されていました。今回も皆さん期待されていると思います。将来のなでしこジャパンを目指す子どもたちも多く来場すると思うので、見どころなど皆さんにぜひメッセージをお願いします。はい、今ご紹介いただいた通り、杉田選手と猶本選手が今回のメンバーにも入っていまして、はい、猶本選手とかはワールドカップ のグループステージの第1戦のコスタリカ戦でプレイヤーオブザマッチを取ったりですとか、はい、すごく活躍してくださいましたし、杉田選手も要所要所で非常にチームを助けるプレーをしてくれていたので、はい、今回の北九州の試合のメンバーっていうのはワールドカップから2人だけ入れ替わっただけで、基本的にはワールドカップのチームをベースにして戦っていくので、はい、この2人も引き続き頑張ってくれると思っています。ですので、その地元出身の杉田選手、猶本選手を中心に他の選手もそれぞれ個性を持っているので、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて、それぞれの選手のこういいプレーを気づいていただいて、そこからこう推しの選手を作っていただければなというふうに思います。今回は観戦ペアチケットのリスナーさんへのプレゼントありがとうございます。熱い戦いを見せてくれることを期待しています。
吉川さん、本日はお話いただきありがとうございました。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 北九州スタジアムで行われるサッカー日本女子代表なでしこジャパンの国際親善試合は9月23日土曜日12時キックオフです。今この放送時間に聞いてくれているリスナーの方3組様に観戦ペアチケットをプレゼントします。ご希望の方は放送日の9月17日日曜日中に必ずお名前、住所、電話番号、メールアドレスとチケットプレゼント希望の旨を書きの上kita@crossfm.co.jp kita@crossfm.co.jp までご応募ください。当選者には翌日9月18日月曜日にメールにて当選の連絡の上すぐにチケットを郵送します。皆さんからのご応募お待ちしております。さてこの番組は YouTube でアーカイブを聞いていただくこともできます。それから番組 SNS もぜひご覧ください。来週は実は危険空き家問題をテーマにお届けしますので、はい、参考にしていただければなと思います。北九 PR 部の北ナビ、今日は大ちゃん、サナ、ゆいでお送りしました。それでは皆さん、また来週。